リーチは、イスズ自動車が、北、アメリカで2011年から販売している、セミキャブオーバー型ウォークインバンである。2011年3月8日、ナショナルトラックエキプメントアソシエーション主催のワークトラックショーにて、発表、10月25日から販売を開始した。リーチは、イスズ NPR エコマックスのシャシーに、ユーティリマスター車がボディを設計して仮装した車種である。組み立ては、 ユーティリマスターのカルるさ工場で行われている。エンジンは4 j j h t c 型時価43.0リットルディーゼルを搭載する。ボディは12フィート版と14フィート版の2種類があり、加湿の容積はそれぞれ540立方フィートと630立方フィートとなる。リーチはワークトラック氏の2012年のミディアムデューティートラック、オブザイヤーに選出されている。 2015年のワークトラックショーでは、XL ハイブリダーズ車によって制作された、リーチのディーゼルハイブリッド車が出展された。ありがとうございます。